日は31ポイント。そして15番の谷口潤です。33番はキャプテンの白戸大成、13番都市の吉彦です。そしてポイントガードは伊住高谷、34番のヘリー・エリスと入ってきます。今試合が始まりました。さあ愛媛のオフェンスでゲームが始まります。非常に激しいプレーの応酬、ファールも多かった両チームなんですが、ファールアウトがこれは来ました。最初のポイント、福岡は3ポイントです。フェルプスマッチアップ、エダウェイは来ます。ソープのポイントです。7対5、一度マッチアップ、ソープ、さあ縦のレイアップ、オフェンスリバウンドを続けて取っています福岡。グリーンは沈めていきます。すぐボールをさばく、ソープ、エリスマッチアップだ。苦しいところですが、いやねじ込んでいった強さがあります。ジャマール・ソープ、本田パスアウトして、さあジャマール・ソープ、ソープ、カノー、ギバリー、中ステファン・マークだが、あーここは強いジャマール・ソープ。都市の立ち行くと縦のマッチアップ、本田スリーポイント決まりました。本田はこれで B2 通算2000得点目、通算30人目の達成です。本田がどうするか、坂田の、あーうまい、ここは坂田のディフェンスをフェイダウェイ。31ポイントは両チーム最多、3来ました。本田からグリーンのスリー、得意なスリーポイント来ました。さあ時間が減っていく中で、縦のショットはオフェンスリバウンドを取った福岡。グリーン、もう一度攻める丹野、グリーンどうする、スリーポイント来たか、来ました。丹野ショットを打って決まりました、ブザビーター。今日のテイル大崎、そしてのヨシヒコ、さあここはソープだ、あー自分で行った、鮮やかなステップから、ここは切り込んでいった白戸大成。エリスがついています。イバリーだ、イバリーにはフェルプス、もう一度パスをもらって、イバリーショット、今日初得点。いかに大切かということを思い知らされたと庄司ヘッドコーチは話をしています。激しいディフェンスの中、あーこれはどうだ、ゴール下、グリーンだ、ファールももらっています。パスを回して縦からのビバリーへ、ビバリーがフェードアウト。さあ福岡、本田のショットきます。さあ頭一つ抜けられるか、愛媛、うっと自らリバウンドを取ってねじ込んでいきましたのはビバリーです。谷口、得意プレーはエナジーと語る谷口。本田のショット来ます。一つこのセカンドユニット、ベンチからのポイント、重要な得点鍵を握ると、さあ4点差、奪った、カント、カンが奪ってそのままレイアップ。さあ大阪のディフェンスをかいくぐって、さてどうするか、ソープに預ける、ソープこの位置からショット、今日好調。縦がかわして、さあソープだ、よく見えていました、縦ゴール下にはソープ、グリーンのショットが来た。さあ今度は福岡再逆転、サイズどうするか、自ら行ってブロック、豪快なブロック、
すごいプレーが出ました。自ら行った耐えていったカノー、21番が入っている。白戸ビバリーダンクショット。さあ同点です。残りは4分になる。イジュ前が空いた。ここもブロック。そしてファストブレイクから白戸キャプテン決めていった。逆転福岡。キープする、キープして時間を進める。福岡勝ちました。86対82。